パールシー、パールシー、パールスイーはインドに住むゾロアスター教の信者。サーサーン・アサの滅亡を機に、イランのゾロアスター教徒の中には、インドのグジャラート地方に対比する集団があり、現在、インドは、ゾロアスター教信者の数の最も多い国となっている。今日では同じ、西海岸のマハーラーシュトラ州のムンバイ、旧正ボンベイに、ゾロアスター教の中心地があり、 海ソのザラスシュトラが点火したと伝えられる炎が消えることなく燃え続けている。インドではペルシャ人を意味するパールシーと呼ばれ、数としては少ないが非常に裕福な層に属する人や政治的な影響力を持った人々の割合が多い。インド国内で少数派ながら富裕層が多く、社会的に活躍する人が多い点は、宿教徒と類似する。 インドの二大財閥の一つであるタタはパールシーの財閥である。寺院はマハラシュトラ州のムンバイトップネイにいくつかあり、ゾロアスター教徒のコミュニティを作っている。寺院にはゾロアスター教徒の実が入ることができ、異教徒の立ち入りは禁じられている。神聖な炎はすべての寺院にあり、ペルシャから運ばれた炎から分けられたものである。寺院内には偶像はなく、 炎に礼拝する。インド国内のゾロアスター教徒のほとんどは、ムンバイトプネイに在住している。また、グジャラート州のアフマダーバードヤスーラトにも寺院があり、周辺に住む信者により運営されている。936年、716年説もあり、信じている人は大いに、イランから移住した。四つあるいは五つの船に乗って、イランから、 インドのグジャラート州南部のサンジャーンにたどり着き、現地を支配していたヒンドゥー教徒の王ジャーディラーナーの保護を得て、周辺地域に定住することになった。船の大きさや乗っていた人の数などの詳細は伝えられていない。新寛団は、サンジャーン定住5年にして、死者を陸路イライ高原のホーラサーン州に派遣し、同地のアータシュバフラーム旧聖火をサンジャーンに移転させたという。 アータシュバフラーム級聖火は、イラン高原では三大聖火に次ぐ第二ランクの聖火であったが、インドア大陸にはこのランクの聖火しか将来されなかったので、インドゾロアスター教最校の聖火としての尊数を一心に集めることとなった。この日は現在では八つに分子され、ボンベイ、スーラとナブサーリー、ウドワーダーに安置され、その中でもウドワーダーのアータシュバフラーム級聖火が、 特にイランシャー、イランの王と呼ばれ、八つの聖火の中でも本流と位置づけられている。パールシーの共同体の伝承では、グジャラートのマハラジャとの間で次のようなやりとりがあった。ゾロアスター教徒は、ゾロアスター教の父を持つ者だけという条件である。女性を嫁がせて、ゾロアスター教徒を増やすことはできない。パールシーの一団は、 グジャラート内で素朴な農民としての暮らしを始めた。イギリスがインドに進出した後に、理由は知られていないが、イギリス人がパールシーのサポートを始めることになる。理由として考えられているのは、インド国内でマイノリティである、パールシーとその他の勢力の間に闘争を作り出し、分割統治を行いやすくすること。パールシーが、 インドで根血していないので、ヨーロッパ人に近い外見を持つのパールシーを、イギリス人とインド人の間において、パールシーに命令する地位を持たせることなど、また、根血していないアーリア人であることなどが推測される。さらに、東インド会社により、パールシーの位置は高められて、ほとんどのパールシーは、グジャラートからボンベーへ、現在のムンバイに移住する。主に貿易によって、 パールシーは財力をつけていくことになる。伝わる話によれば、イギリス人がアヘンの貿易により、中国から追放された後、イギリス人のサポートのもとにパールシーがアヘンの益を行っていた。この結果、インドの独立時には、パールシーは強い経済力と支配的な地位や人々の上に立つためのノウハウを身につけていた。少数派の民族として生き残るために、 パールシーは共同体とも言えるネットワークを作り出し、お互いに協力している。イランから持ち運ばれた日の燃えるパールシーの寺院は、ムンバイトップネーにいくつかあるが、異教者の入場は認められていない。パールシーは裕福な層が多く、教育や文化度が高い。2010年現在、6万千人ほどのパールシーがインド国内にいると言われるが、数は減少傾向にある。 10年ほど前には6万9千人だった。理由は、現在もパールシーは、グジャラートのマハラジャとの約束を守っていることにある。父親が、ゾロアスター教でなければ、信徒となれず、女性が、異教徒と結婚した場合は、信仰を捨てなければならないからである。パールシーは、数世代前までは、子供は5人程度持つのが、一般的であった。しかし最近は、 その生活水準の高さから、結婚や子供の数が、欧米や日本のような少子化傾向になっている。一人か、せいぜい二人。場合によっては、一生を、独身のままで子供を作らない男性もいる。その宗教的背景から、女性の結婚は、増加に寄与しない。この結果、年々パールシーの数は減少している。多々財閥の相続が行われた際に、 たたの名字を持つ創造者は一人しかいなかったと言われている。インド独立運動に関わったパールシーの政治家フェイローズガアンディは高年インドの初代首相となったジャワハルラールネルーと親しくなってネルーの一人の娘でありのちにインドの第三代首相となったインディラ・ガンディと結婚した。ただしガンディの家族名はグジャラート出身者に多い名前で必ずしも パールーだけの家族名ではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。